始まっちゃいましたか。今日はですね、11月の11日の日曜日、はい、豊橋駅南口広場に行きます。南口広場、豊橋駅のね、本当目の前でございますけど、ね、こちら本当 JR の豊橋駅とこの厚見線の新豊橋駅の間にある広場なんですけど、何のイベントなんですか、これは。今日は第11回うずうず祭りということで、うずうず祭りとか、カメラさんぐるーっと一緒ぐるーっと一緒、今日ね、もう10時から下がったんですけど、もう会場マックスでございます。マックスもうずうずでございますけれども、はい、この後ね、10時10分から、はいはい、イベントステージということで、ね、あるということで、すごいですね、もう、キッズダンスだったり、先ほどあの公開リハーサルちょっとね、2人だったんだけど、はい、もうすでにもうボルテージもうマックス、ボルテージマックス、熱いですね、やっぱね、うずうず祭り、ね、この出店者さんとすごいパフォーマンス、ね、第11回ということでね、本当に視聴者の皆さん、関係者の皆さん、ありがとうございます。ますね、はい、ね、あの今日はこの会場の方から、こういうので、オアシス水のテレビを通して、はい、中継ということで、生中継で行っていきたいと思います。やっぱり生ですよ、生ですよ、マッチが早いですよ、松尾さん。まだ時間が、まあ、いやらしい意味で、ね、ちょっと金時計見えますか、視聴者の皆さん、金時計が輝いておりますけど、今日はね、なんと松尾さんのコレクションの腕時計も販売、もういろいろ今日販売、もうね、おかげさまで予約でほとんど完売で、予約殺到ですか。パーカーの方も残りこれ1着になっちゃったね。パーカーも残り1着、このうずうず祭りの会場で買えるということでございますので、まあね、オアシス水のグッズもちょこっと売らせてもらいますんで、この売り上げの、ね、一部はですね、あの、はい、うずうず資金としてまた来年以降の、ね、この運営の方にこう、ね、大切に使わせていただける、ということでございますので ね、そうですよ、まあ、はいはい、こちらは本当にたくさんの、ね、美味しい出店者もたくさんあるということでございますけどね、はい、それもなんか食リポなんかもやるんですか。そうね、まあ、ちょっと綺麗どころが揃ったから、ね、この厚くしい男2人であればちょっと数字が取れませんね。数字が取れますので盛り上がってますけれども、第11回うずうず祭り、この後喋りは旅立ちステージ、そしてオアシス水のテレビステージにお送りしていきたいと思います。はい、そんな感じで、さあオアシス、今日は、ね、あのこちらのサイドのブースの方でオアシス水のテレビというもの、はい、これはどういう番組なんですか。でインターネットテレビになりまして、はいはい、オアシス水のテレビ、オアシス水のテレビでね、検索していただけると東京を見ることということで、今日もレギュラー放送もあるんだよね。そうです、レギュラー放送第1の第3木曜日、はい、夜21時から生配信ということ、なるほど、今実はこちらのカメラでも生中継しておりますので、はい、よろしくお願いしたいと思います。じゃあオアシス、はいはい、この後はやっぱりオアシスの曲でいいですか。今年も行っちゃいますか。じゃあオアシス水のライブ、みんな拍手の準備いいですか。アリクライド、イエーイ。では参りましょう。Okay, ladies and gentlemen, please drink our water. We are going to have one or two words of fresh air and show us L.O.S. in the world to try it. 皆さん、大きな手拍子くれたら嬉しいです。行きましょう。うず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 。手拍子に変えてお願いします。今日だって朝は忙しく過ぎてくし、仕事だって毎日死ぬか生きるかの瀬戸際に立たされ
テレビだけど鏡を見れば映る顔は残虐前よりずっと切れてるイケてるぜありがとうそんなこんなだから明日もきっと辛く楽しいことが手仕様しなんだろうな汗くさく泥まみれでもおうちでシャワシャワシャもどせた思い切れば爽快な最強ズズー1,2,3,4 教えてくださいよ迷うたび当たり前のように聞いていたあなたが強く見えてたの今更だけど今ならわかりますよ人は一人じゃ何もできやしないって思ってたそれを言い訳にしてた本当の強さを知らないことを知らなかったまずは俺が立ち上がるんだOK! 今日なんだって今日なんだって何かのお客様しかねえ迷えるならやっとけ手紙事ならいっとけうつむいてだってもやもやしてるこの時代に何か見つかるわけでもないだろうビルパン一丁で
今年のこのウズウズ祭りのステージを盛り上げてくれて、今日は名古屋からスーパーボディービルダーすごい人が来ますので、みんな、はい、シャッターチャンスですよ。いいですか、お手持ちのスマホお前ね、もう一眼レフでもうズームでガンガン撮っていただきます。じゃあ本日ご紹介お願いします。さあ、それでは拍手でお迎えしたいと思います。スーパーボディービルダー柏木圭の登場です。大きな拍手でお迎えください。さあ、今年もやってまいりました。第1回ウズウズ祭りスーパーボディービルショータイム、最後までご堪能ください。よろしくお願いいたします。あー、みんなキレキレキレてるー、キレキレてるー、アリバリだー、重いよね。はい、アリバリだキレキレキレてるー。ウズウズ祭りの会場を柏木圭が練り歩きたいと思います。記念撮影おさわり自由立ちますので、よろしくお願いします。さあ、柏木圭の練り歩き変わらない。じゃあ本田さんも勝ちます。さあ、じゃあこの時間を使ってましてですね、はいはい、どうですか。はい、さあ本田さん、いかがですか、スーパーボディビルさん、ね、アースの田代さんね、田代圭さん、本当にこのエリアにね、実はね、ミスクスドペアで、日本3連覇です、全日本チャンピオン3連覇で、ボディビルさん、ね、お願いしたいと思って、お願いしますよ。はい、じゃあね、田代さんのそのボディもね、だんだんとね、持たない時代になってきました。なるほど、あの家不動産とか、はいはい、あと自動車とか、ね、所有せずに共有の流れになってます。はいはい、それで、まあ、それはいいの、特にスーパーカーとか高級車、高級車に特化しているということで、あえて特化してる。メルセデス・ベンツ、BMW、ポルシェは当たり前、バイクリスト、マセラティがベントレ、そして先日、ランボルギーニ、日本に5台しかないんですよ。これをこのうまくこの時はできるんですか。特にね、はい、皆さんね、どんな街かご存知ですか。これが一番大事なので、あとの会社の輸入の街なんです。そうなんですよ。でもその部分は輸入車が本当に少ないと、それも現状なんですよね。今井さん、皆さん、大変な街で電車を輸入できない。ありがとうございます。
豊橋の街中に100台の車、はい、スーパーが投入中。いいですね。全国初ですよ。ただ本気ってないんですけど、来年はちょっとスーパーカー1台ちょっと持ち込んでですね、もうみんなでちょっと自由にここで試乗会とか撮影会とかやってもらって、まあ、増やしたいですね。これ今ですね、私は必要はですね、私自身もメルクルスベンチを乗せるんですけれども、あの一応あのこのイメージキャラクターとしてもね、発表させてもらってますので、ありがとうございます。よろしくお願いします。そして本田さん、今日はちょっと美女を一人ね、非常に楽しそうね、今もう話題のメイクアップアーティスト大場鈴先生です。こんにちは。美女もスーパーカーとか高級車、興味ありますか？どうかあります。そうか、本田さんどうですか？こういうポルシェとかね、赤いポルシェとか似合いそうですね。本当にね、女性も、まあ、女性も、女性も、ね、本当にね、多分私がこっちの方が数字取れると思います。本当そんな感じでね、またね、あの来年はちょっとね、あの静岡県の方にも進出しようじゃないかっていう感じでね、はい、来年はまた残してますよね。これ今日はなんか企画もあるんですか？ファイルセールで、はい、あの聞き返しに習っていただいて、はい、あと1時間あたりですね、680円でですね、安い、一人時計に先生回し、税込みで1時間680円、はい、例えば10時間乗ると6800円で、取ってくれて、その理由と普通のレンタカーは全然安いです。しかもね、お客さんはワナンバーじゃないんですよ、レンタカーナンバーじゃない。だから本当に私のベンツよ、私のコルクよって感じでね、乗ってもらうことができますもんね。はい、ね、だから本当に出てるんです。まず、カオーナー豊橋、カオーナー豊橋、これでね、覚えてもらって、ファイリング系なもんですからね、ファイリングを増やせば、はい、スーパーカーも増えますんで、ぜひとも100台、ね、豊橋の街中にスーパーカーを貸し出せるという人を戻ってですね、あれやってください。はい、まあ、それももちろんアープリッツのね、上の方でね、あの定期券も行っておりますからね、あとクラッドでもね、豊橋に近いほどね、セミナーやってますからね、はい、あれ11月20日になると7時から、はい、企業説明会に行ってやらせてさあ、曲はね、まあ、おなじみのエチオピアに、ね、なりました。さあ、この時間のお話しゲストはですね、やっぱりこの方呼びましょう。はい、ホンダカーズ豊橋富士川にかしてのスーパー営業マイカーは足巻きでーす。さあ、足巻きのスタイルいいでしょう。さあ、足巻き足の長さが、ね、ちょっと僕はスタイルいいやつばっかりいますので、ね、ゆうちゃん、ゆうちゃん今日は庭だから、ゆうちゃんよくありがとうございます。ゆうちゃん、ゆうちゃん生放送中なんですけれども、いいですか、すいません、まあ、これもあいたいことで、ね、ゆうちゃん、本当に82歳でね、もうあの完成休業カメラマンとして活動中はついたりおきます。拍手お願いします。ありがとうございます。今日一番持ってきましたね、やっぱり。すべて持ってきた、キロちゃん。どうもね、本当今日は本田カーズ豊橋のスーパー営業マン足の付きですけれども、本当にもうアイドル並みの人気で、御年55歳、ほうほう、どうでございますね。そう、始まって今ねかかってるのはね、マッチョの方で、実はね、今年のね、もうこの去年実はでしたけど、ね、あの CM 大学院の発祥ピア去年のブスブスでもここを歌ったんですけどね、それもあの今あの先ほどの顔が同様にこの CM キャラクターとして私本田カーズの CM をやっておりますのでね、本当にね、そして今そして大橋鈴木君、実はスポンサー様にもありがとうございます、ありがとうございます、ありがとうございます。さあ、本田カーズさん、どんなお店なんでしょうかね。はい、私がいる店はあのすごい渡りやすいところにありますので、はい、
豊川インターを高速道路ですね、豊川インターを豊川市方面に降りた最初の信号を左角にあります。はい、はい、ここね、どうだろう、仮免許取得中の方から、はいはい、本当にもう敷き詰めたカーマニアの人まで、はい、それぞれに合わせた、対応させていただきますので、最近はライフ、最近はライフさんもね、出てましたけども、なるほどな、本当に不便だけども、始まっていただけば、相手からの勇敢が入りますので、ご視聴ありがとうございました。今日はあるか、ぜひあれで、ゆきやさんが、これは何ですか。はい、こちらですけども、これはね、つい最近までお店で商談、市場、家庭のいずれかをすればプレゼントっていうのを、はい、各本田カーズにやってたんですが、はいはい、東京で品切れしました。あれは、ただいまお店の方には、どこの店にもありません。はい、これね、一部お持ちしました。ありがとうございます。はい、今日は、三河井緑の芸人のこのステージがまた、そこのオレンジのしゃべり場でブースで、はいはい、じゃんけん大会やりたい。はい、これ欲しい人、欲しい人ね、ステージが終わったら、はい、また準備した方には、用意します。はい、あとこれはね、飲み口が半通り選べる、これからお出かけにいいですね、クリームタンブラー、あ、いいですね。はい、こちらもお持ちしました。大会で提供してください。キーホルダーなんかもありますので、この後、ぜひともね、しゃべりをお送りしていただきたいと思います。じゃあ、その中で最後に一言、宣言お願いします。はい、そうですね、本田さんに乗ってる方も乗ってない方も、気軽にお店の方を覗きに来てください。はい、でお店のホームページを本田カーズ豊橋西豊川東店ということで、時々編集してアップしてます。松城さんのモデルにした画像を使ったり、この曲は去年、テーマソングで使わせてもらいましたけども、今年は、次に使っていただけるんですね。はい、新しい新曲を使わせていただきます。はい、こちらももしよろしければご覧ください。よろしくお願いします。はい、皆さん、ちょこれはね、本田カーズ豊橋西豊川東店さん、明日遊びください。初詣でした。ありがとうございました。ありがとうございました。じゃあですね、初詣もそのまま待っててもらいました、ね。じゃあみんな一歩下がってもらって、この後松代さんのオンステージということで、準備のほどよろしいでしょうか。喉乾いてじゃあですね、この本田カーズさんの CM タイプアップ曲、今年の新曲となりました、先ほど登場してくれました風流院展前作した曲です。大きな拍手。そしてサビの部分でみんなで車の歌ですので、ハンドルを回してください。はい、みんなエアハンドル持って、はい、ではせーの、バックミラーに一緒に、はい、うつるでうるでうるさーい、これが3回目。その時ね、もうお父さんがちょっと片手でちょっとこうやってやってもらって、これ禁止ですね。ね、全然ね、気持ちよね。ちょっとこの女子的に手を抜けると、奥さんが喜ぶことになりますからね。じゃあそんな感じで、バックミラーのレイクサイド、ホンダカーズの、CM 開発です。皆さん、お付き合いいいでしょうか。じゃあ、お願いします。はい、みんな手拍子。はい、さっきましたよ、手拍子。はい、はい、ご一緒に。もうちょっと、もうちょっと音ちょうだい、音ちょうだい。画面に見たことまたらしいサングラスをかけて、白山を大陸に飛ぶ、湖畔を渡り秋の風を感じながら聞くエンジンの音、二人で来たの前なの、一緒にいるだけの幸せのあの頃、時は流れて一人のドライブ、思い出を探りながら車を走らせたくなる。皆さん、いいね。
パパ懐かしかったね。はい、シンプルとも一緒に回して、はい、一緒に、はい、信号待ちの最後は希望なくした塩辛とピポポポ。入ります。